のお姉ちゃん、栄誉騎士のお兄ちゃんから聞いたんだけど、渡墨島ってところから来たんだよね。渡墨島ってどんなところ？名前に海が入ってるってことは、もしかしてお魚がたくさんいる？あ、軍師のお姉ちゃんの名前にも海って字が入ってるよね。もしかしてお姉ちゃんはお魚から人間になったの？あらあら、魔女さんをがっかりさせてしまいますね。でも私はただの普通の人間ですよ。渡墨島の物語は、そうですね、景色を見ながら話しましょうか。